皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。ギターの牧野由紀子です。こんにちは。オルガンの小林沙織です。ドラムの沢井春奈です。はい。ということで、今日も始まりました。この番組は JC&C がどこまでもゆるく、ゆるく、ゆるく喋り続けるなんちゃってトーク番組です。今回のメインパーソナリティを務めますのは牧野由紀子です。よろしくお願いしまーす。イエーイ。一巡しましたね、メインパーソナリティが。やっとね。だいぶ空いたな。すみません。担当大臣として謝罪いたします。責任を取って謝罪します。ついにラジオの名前が決まりまして、今回から、はい、ハッピーサニーデイアフタヌーンというタイトルがついて、無事1回目でございます。ありがとうございましたね。本当に素敵なの決められてよかったですね。ね、だから今日が1回目ですよ、もはやね。正式には、そう、正式にはだから前はマイナスよ、ただのスタート。エピソード0、エピソード02みたいな。はい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 、あなたそうからね。本編スタートね。そうですよ。なるほど。なるほど、なるほど。ということで、ゆるく喋っていこうと思いますが、はい。はい、お知らせが本日ね、たくさんございますね。イェーイ。むしろお知らせの話しかないからね。そうですね。どんなんやね。ということで、やっとね、関西も、というか、日本全部かな？緊急事態宣言が、解除されまして、まあ、やっと6月からちょっとずつちょっとずつ日常が戻ってくるのかなと思うのですが、東京ツアーがちょっと怪しい。まあね。というか、できない。まあね。そう。だから、代わりの日を決めました。はい、イエイ。はい。もう早速どんどん言っちゃいましょうか、とりあえずね。そうです。はい、もともと東京ツアーはね、6月23から25で予定してたんですけど、はい、はい、東京には行かずに6月24日神戸の元町シアタージャジー、我らがホームですね、そこで、2回目のレコ発をします。イエーイ、イエーイ、リベンジ編でーす。イエーイ。で、もう一つが7月なんですけれども、はい、7月13日月曜日、こちらは京都祇園ジョニーエンジェルですね。イエイ。振り返り2個目です。京都編。うん、はい。これは京都編ですね。なんと、なんと、ゲスト、トロンボーンのトミーさんが入ってくださります。やっとぜ。やっとぜ。いい。ね、ファーストアルバムから、ね、2回目のゲスト出演で嬉しいです。そうね。世話になり続けられるというのは。なので。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。頑張ろうね。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。誰や。わかれへん。ゆるい。今日もゆるい。ゆるいけど、やっぱり微妙に期間空いてるから、なまってるよな。そうやな。キレがなまってるで。しゃべりがなまってんな。やばいな。やばいで。やばい。頑張っていきましょう。はい。ゆるく、ゆるく。ゆるく、そこ。これさ、はい。一人一日プロデュースは生きてるやんな。あ、生きてると思ってたで。思っております。あ、ってことは、私は6月24をプロデュースになるんやね。せやね。そうか、そうしてたよね。うんうん。せやな、せやな。うん。で、京都が春なしプロデュースで。わかった。もう一つさ、これ日付出していいやつやっけ？日付は良かったんじゃないの？あ、じゃあもう言っちゃいましょうか。言っちゃいましょう。9月11日、大阪某所決まってまーす。イエーイ。これは場所はまだ言えないが、のやつが。ねえ。も楽しみにしていただきたい。はい。引き上げといてください、これはマジで。はい。はい。
で多分この間かな、ちょっと分かんないけど、東京ツアーももしかしたら決まるかも。うんうん。まあその、分かんないですけどね。ね、世界情勢によりけりですわな。世界情勢によりけり。でかいな。ワールドワイドな世界か。世間じゃない世界情勢ね。世間じゃなくて。ワールドワイドにね。ワールドワイドに行きたいですね。はい。はい。ということで、6月24日水曜日シアタージャジーと、7月13日京都ジョニーエンジェルで、9月11日大阪某所、皆様よろしくお願いします。お願いします。ということで、トークテーマ2つ目に行きましょう。はい、我々 JC&C はね、非常に機械音痴が集まっているんですけれども。いやでも今回結構進歩して、なんとズームを使ってやってますからね。ね、やっぱさ、いや、便利だね、でもね。ね、すごい進歩やと思うもん、ズーム使えるようになっただけで。かっこいいよな、私ら。な、この画面見たことあるみたいな。なんか都会出てきたての田舎者みたいな反応やった。もう、所詮田舎者ですよ、もう。グリコあるぐらいの感じですよ。新宿ってビルめっちゃあるみたいな。空がちっちゃいみたいな。ビル高いみたいな。そんなノリで、うわ、画面分かれてるやからな。空分かれるやろ。いや、でもこれ、画面分かれさすのめっちゃ手間取ったやん。いや、ごめん。私が一番手間取ったんだね。なんかちゃう。なんとこれ。まあそんな機械音痴なんですけれども、なんと時代にもう一つ乗りまして、はい、イエイ、はい、リモートで、うん、一曲録音しました、うん、イエイイエイイエイ、どん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 、効果を、セルフ、はい、ということでこのラジオがね、ハッピーサニーデイアフタヌーンというタイトルなんですけれども。大元はサオリン作曲のハッピーサンデーアフタヌーンという曲でございますので、はい、ハッピーサンデーアフタヌーンをなんとアコースティックバージョンで収録しました。はい、ね、またイエイ、ね、はい、ということでまずは聴いていただきましょう、はい、曲振りをサオリンではお願いします。ではお聴きください。 JC&C でハッピーサンデーアフタヌーンアコースティックバージョン、どうぞ。はい、ということで、ハッピーさん聞いていただきました。リモートなのでね、一人ずつ撮ったんですよね。
そうなんです。そう最初は春菜さんが撮ってくださってね。そうです。どうやった？いやいや、寂しさしかないよね。いや、誰のことも ないそうね。なんかね、想像してみだって。想像してください、ラジオを聴いてる皆さん。ちょっとニコッとしながら、一人でスタジオで収録するハッピーさんであったの。しかも伴奏なし。孤独。すんごい孤独。いや、だって、最初さ、聞いたけどさ、うん、ドラムとかさ、だけのやつ。うん。うん。とったかと。みたいな。そう、それ。一緒5分これやったからな。そう。だから自分も、どこやってるかわかんなくならへんように、絶対譜面は見たし、うん、その、なんていうの、メロディーをずっと頭の中に流しながらはやったけど、うん、どっかでバグって、うん、そのとこ行ってへんか不安やったんで、うん、終わってから、その、スタジオの大きい、ミキサーで鳴らしながら、自分でピアノ弾いたりとかして、こう、あ、おーって、なんか、さすがにとか。やってたね。そうそう。したら、まあ、ピアノが弾けへんくて。うん、それも動画に収めて二人だけに送るっていう。あ、焦ってたかな。弾けなさすぎ、笑ったって感じでしたよ、ほんと。いや、想像したらバリムなしいやろなって思った。いや、すごかったよ、ほんま。最初にして最大の難関よな。そうです、うん。でも私がしっかり、やっぱりね、取らんと、どないしようもないので、2人だと思って、気合でやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラム取ってから、次はサオリンに行ったのかな。そうですね。サオリンですね。メロディー弾かせてもらうところが多いから。私はでもあれですね、苦労したのは、たまにね、こんなにやってる曲やのにね、ちょっとやっぱソロの内容がとか。あーね。うん。わかるわかる。うん。あと、あ、ちょっとここミスったな、みたいなところを、撮り直しする技術がまだ私になく。なるほど。それを頭から試して撮るっていう。マジか。そうなんや。そう、あ、でも、やり方は途中でちょっと覚えて、こう。うん、デッドトラックで撮って映すっていうやり方を今回学習しました。やってたやってた。でもあれなんですよね。データで送るとそれがもう目に見えるから、あ、これ見えるんやと思ってちょっと恥ずかしかったんですよ、本当。だから私はもうマジで最初送りたくなかったのそれがバレるからっていう。そうですよ。なるほどね。だから修正した後全部見えるっていう。そうそう。はいはいはい。でも、まあ、仕方ないじゃないですか。うん、でまあね。そうそう、でもさ、データで見えるっていうのは面白かったですね。なんか、ゆきこさんが今回すごい重ね撮りをね、いろいろしてくれて。そうなんですよ。そうそう。最後も私重ねて、うんうんうん。私はもう基本的に出来上がってるものをもらってるから、うんうん、超楽。それはもう何よりでございます。めっちゃね、実は。あれ、データ一個一個聞きましたもん。うわ、怖っ。あ、こういう風にやってはんねんなと思って。結構重ねてたもんね、だって。そう。細かい部分もね。そう、メロディー、そう、重ねたりとかしてるから。ソロの途中も、転調する瞬間とかね、一瞬入れてくれてたりとか。そう。めっちゃ聞いてくれてた、私の弾いてたの。怖いな、これ。なんでリモートって怖いぞ。バレバレや。だって何回でも聞き直せるっていうのがね。まあ確かにね、そうですよね。まあでもね、最終的にいいものができればいいですから。そうです。時間の制限やからな。そうデータは私らしか見えないですからね。そう。はい。これはね、なんかのタイミングでね、なんかどっかでもう一回ちゃんと発表したいですね。うん、そうですね。まあ、しばらくはちょっとラジオでね、使わせていただこうかなと思います。はい、うん、はい。というわけで、そろそろお時間になってまいりました。このラジオのね、感想とかリクエストとかお待ちしております。はい。ということで、本日のお相手は、牧野由紀子と、小林沙織と、沢井春菜でした。はい。ジェシー&シープレゼンツ、ハッピーサニーで、明日の次回もお楽しみに。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。